2022年、人類は完全なる仮想現実世界を実現した。一人の天才科学者によってゲームオーバーイコール死のデスゲームとなったこの世界は、クリアとともに崩壊した。この世界は、俺たち人なんて求めてなかったんだ。ソードアートオンライン、ホローリアリゼーション。バンダイナムコ。